ポーツトレーナーの吉永です。では今日はお尻中心のストレッチをやっていきます。まず右足を前、左の足は後ろへ引きます。右の膝の角度は90度に曲げて、できるだけ体の中心の方に持っていきましょう。これで手を前に置いたら、少しずつ手を遠くの方へ歩かせていきます。でこの姿勢になった時に、左の足は起きやすい位置にずらしてもらって構いません。前の足、右足のお尻のあたりですね、右のお尻のあたり伸ばしてます。息をふーっと吐きます。手のつく位置を少しずらしてみて、よく伸びる位置があればそちらの方に手をついておいてください。はい、では体を起こしてきたら、そのまま後ろ側にある左足のかかとをお尻の方に持ってきます。右足は、右手は体の横に置きますね。今は左の太ももの前側伸ばしてます。伸びが足りなければ少し足の位置後ろに引いて、もう少し伸ばせそうだったら顔を右側の方に向けて少しひねりを加えるとよく伸びます。はい、では足を入れ替えます。今度は左足が前に行きます。左の膝90度に曲げて、できるだけ体の中心の方へ持っていきましょう。手を前についたら、少しずつ手を前に持っていきます。右足、起きやすい位置にずらして構いません。手をつく位置、少しずらしてみて、よく伸びる位置があればそちらの方についておいてください。はい、ではゆっくりと体を起こしてきて、そのまま後ろにある右足のかかとをお尻です。左手は体の横についてます。右の太ももの前側を伸ばしてます。伸びが足りなかったら足の位置少し後ろ、もう少し伸ばせそうだったら顔を左の方へ向けてひねりを加えていきましょう。痛気持ちいいと思える位置で止めておいてください。終わりです。体側のストレッチです。足を開いて、右の足を左の太もものあたりに置きます。左の足はできるだけ横まで持ってきましょう。この時右の膝が浮いて邪魔になる場合は、両足を開いたままでも構いません。右手を頭の後ろに添えて、左手は左足の方向へ出します。まず一度体を上にしっかりと伸ばしておいて、大きく息を吸って、息をふーっと吐きながら左足の方向へ体を倒していきます。右の脇腹のあたり伸びてます。まず肘が顔にかぶってこないようにしっかりと肘を開いておきます。伸びが足りなかったら頭をしっかりと落として、顎を上げて目線を天井へ持っていきましょう。このままできそうだったら手を伸ばしていきます。少し強度が強くなっていきます。手のひらは下、中指で少し手を遠くへキュッキュッと引っ張るようにすると、右の肩のあたりが特に伸びていきます。ゆっくりと体を起こして足を入れ替えます。右の足は少し横まで開いていきます。この時体が少し内側を向くので、おへその向きが正面になるように、左手頭の後ろに添えて、右手右足方向です。一度体を上に伸ばしておいて、大きく息を吸って、息をふーっと吐きながら体を右足方向へ倒していきます。左の肘がまず顔にかぶってこないようにしっかりと開いておきましょう。この左の脇腹のとこですね、伸ばしてます。伸びが足りなかったら頭をしっかりと落として、顎を上げて目線を天井へ。息ふーっと吐いて、もう少しできそうだったらこのまま左の肘を伸ばして、手のひら下、中指で少し手を遠くへキュッキュッと引っ張るようにすると、肩のあたりがしっかり伸びてきます。はい、ではゆっくりと体を起こしていきます。
ストレッチ終わりです。次は腰を伸ばしていきます。右足を左の足の向こう側へ立てます。右手は後ろについて、左手で右の膝を外側から内側に向かって押していきます。顔は右側から後ろを向いていく。右の腰のあたりを伸ばしてます。伸びが足りなかったら肘で膝を内側へぐーっと押していきましょう。息をふーっと吐いて右の腰のあたりを伸ばしてますよ。はい、では足を入れ替えます。今度は左足を右足の向こう側に立てます。右の肘で左の膝外から押します。左手は体の後ろにつくようにして上半身をぐるっとひねって左側から後ろを向いていく。左の腰のあたり伸ばしてます。伸びが足りなかったら肘で膝を内側にぐっと押していきましょう。息をふーっと吐いて左の腰のあたり意識します。次はお尻のストレッチです。右の足首を左の膝の上に乗せます。でこれ上から押さえてもうこのお尻のあたりが伸びてくればこれでも大丈夫です。もう少し伸ばせそうであれば手を後ろへついてこのまま左の膝を立ててきます。このお尻と足との境目のあたりですね、お尻の下の部分です。伸ばしてます。もう少し伸ばせそうだったら体をぐっと起こしてきてこの胸と足との距離を近づけます。もう少し伸ばせる方は最後にぐーっと胸を張ってください。息をふーっと吐いて伸びているところが痛気持ちいいと思える位置で止めておいてね。はい、では足を入れ替えます。左の足首を右の下に乗せます。4の数字を足で作る感じです。上から押さえていきましょう。これでお尻と足との境目のあたり伸びてればこれでも大丈夫。もう少し伸ばせそうな方は両手を後ろについて右の膝を立てていきます。もう少し伸ばせる方は体を起こしてきて胸と足との距離と近づける。もうちょっとできそうだったら最後にぐーっと胸を張っていきましょう。息ふーっと吐いてお尻と足との境目のあたりお尻の下の方を伸ばしてきてますよ。ふーっと息を吐いて、はい、いいです。